2022年、11月28日、こちらね、岡場保管所と言われている、まあ、金属回収地点でもあるんですが、その横に流れてるこの、小さな、川、一応川とあんまりどこっていう言い方したくないんで、これをね、地下の方で工事して、まあ、こちらの方と、まあ、つなげてもらうと。で、なんか昔も撮影したような気がするんですけど、ちょっと待ってくださいね。さっきの岡場保管所が岡場駅のすぐ近くなんですよ。で、向こうが田尾寺駅で、まあ距離約1キロほどあるんですけども、その先がね、どうなってるかって言ったら、まあこう、なってます。あとはもう一つ動画を、作って、まあ、一回中、だいぶ取り除かなきゃなんないんですけども、かなり貯水できます。で、こちらが大雨とかの時ってどうなるかって言ったら、田尾寺駅の手前ぐらいのところで、水位が半分ぐらいのところまで来ます。で、まあそこから、発電できたりとか、基本的に晴れてる日とかは、先ほどの水量を見てもらったら分かる通り、小さな、まあ、どのような河川なんですけども、まあ1秒間に1リットルぐらいは流れてるんで、まあ1時間で3600リッターですね。だからまあ8時間ぐらいあったら、8324で、まあ2万5000リットルぐらい、貯水できると。まあちょっと雨降りゃ、もっと貯水できると。8時間ぐらいでね。で、その後は回転扉式の発電をまず、向こうの田尾寺駅の近辺のところぐらいに、設置しておくと。まあ、そういうふうな形ですね。こういう箇所はね、向こうの、西宮北部にある阪神流通センターにも同じような、河川があるんですよ。だから向こうの方の、西宮北インターチェンジの近くのところに門を作るような発想ですね。ちょっと待ってください。電源を切ろうとするんですけど。